それではパート4としましてキャリアコンサルタントになる2話についてお話をしていきましょう、はい、今、まあ、合格率見ていただきまして、えー、半分以上の方が1回の試験で学科も実技も合格できるという極めて合格率が高い試験だということはお分かりいただけたかと思います。 じゃあどうやってキャリアコンサルタントになるのかということで、まあ、ここからは REC の講座も含めたご案内ということになりますまずですねキャリアコンサルタントになるために養成講座を受けていただくという道がありますキャリアコンサルタント養成講座ですねこれは講習を終了することによって国家試験の受験資格が得られます これ何かと言いますと、もともとキャリアコンサルタントの国家試験は実務経験がある方、3年以上の実務経験がある方はですね、3年以上の実務経験がある方は、まあ、要請講座を受けなくても、そのまま国家試験を受けることができるという仕組みになっています。はい、ただ逆にですね 皆さんの中で実務経験、キャリアコンサルタントとしての実務経験、相談業務の経験がないよという方については、講座を終了することで試験が受けられるということです。その際なんですけれども、注意していただきたいのが、厚生労働大臣の認定の講習であることが必要です。レックのキャリアコンサルタント養成講座は厚生労働大臣認定講習ですので、講座終了していただければ、国家試験受験ができますよということです。 はい、そしてこちらですね専門実践教育訓練給付の対象講座ということで記載してありますが何かと言いますと、まあ、レックの講座これの対象になっているんですけれども講習を終了することによって皆様がお支払いされた受講料の50%が皆様のお手元に戻ってきます、はい、そしてさらに試験に合格して資格を取得しますと20%が追加です 追加給付されるということなので、これ合わせて70%、受講料を支払いされたうちの70%が、ね、試験に一発合格すればなんですけれども、皆様のお手元に戻ってくるという、非常にチャレンジしやすい資格になっているということです。ただ、まあ、ハローワークの手続きが必要になってきますので、ここの注意点は必要です。が、かなり受講しやすい チャレンジしやすい試験資格になっているんじゃないでしょうかそしてレックの講座ねこの2つとも厚生労働大臣認定の講習ですし専門実践教育訓練給付の指定講座になってますでこの講座の指定を受ける認定を受けるためには一定の合格率とか終了率などの基準を満たすことが必要です厚生労働省から認められている大臣から認められているということで講座の質が 認められた証ですよ。ということなので、どうぞ皆様ね。あのご安心いただいて、レックの講座をお選びいただけるかなというふうに思います。はい、ではレッグキャリアコンサルタント養成講座のカリキュラムも少しご案内していきましょう。全体の時間としましては、6。5時間と90時間で合わせて150ちょっと見にくいですね。失礼しました。 全体で155時間という時間数で設定しています。この時間は厚生労働省から150時間以上の講習をやるようにという指定があります。でそれを超えて155時間という時間で知識編通信と実践編通学オンラインという2つのカテゴリーがあります。これもちろん両方を終了していただく必要があります。知識編通信と書かれているところはウェブで ご自宅で勉強していただけますので、ご自身で、ご自身の時間をうまく使いながらですね、ご都合の良い時に勉強していただくということになります。それに対して、実践編とありまして、これ、通学オンラインと書いてありますね。通学とオンラインといずれか選べるようになっていますけれども、双方向です。双方向がこれ必要なんですね。はい、こちらが7.5時間かける12日間。 ということで90時間クラスによっては7.5時間を半分に分けていて、ねえー、3.5時間プラス4時間という構成にしているクラスもありましてこういうクラスですと24日間の受講が必要となりますが通学でもオンラインでも可能ですオンラインですとあの、まあ、ズームを使って行っていますレックの 学校が遠くて通えないという方もオンラインだったらご自宅からできますから海外からも、えー、入ってこられている方もいらっしゃいますさまざまな地域を超えて、ね、もう海外だろうがどこだろうが受講していただくことができるこのような講座になっています、はい、そして65時間の知識編通信と90時間の実践編通学オンラインを終了していただいて両方終わりますと キャリアコンサルタントの養成講座が終了となりまして、終了書が発行される。これで試験が受けられるというにな仕組みになっています。これで試験が受けられます。終了書が受験申請の手続き書類の一つとなっています。 大きく言いますとこんな感じになってまして次のページからレックキャリアコンサルタント養成講座の特徴について見ていきたいと思いますもうちょっと中身細かく見ていきますねレックキャリアコンサルタント養成講座の特徴ということで今ここに5つ挙げていますまずい一番左からいきましょうね国の認定指定を受けた信頼の講座ということです ご説明済みですが、厚生労働大臣認定の講習であること、専門実践教育訓練給付の指定講座であることが挙げられます。はい、そして次です。講義と演習のハイブリッドで身につくということです。私たちの講座では主になんですけれどもね、あの午前中に例えば講義をします。で、講義をした後、午後からの時間を使ってロールプレイやワークなどを行う。 といいううような組み合わせをしていますですので講義で知識を身につけるその身につけた知識を早速演習としてアウトプットをしていってそこでしっかり浸透を定着させていくということができるこんな仕組みでカリキュラムを作っています、はい。そして真ん中見ていきましょうね「多彩な実務家の講師」と書いてあります。 キャリアコンサルタントの養成講座で学ぶ内容というのが非常に多岐にわたります。法律であったり、心理系の話もあります。カウンセリングの技術、それから社会情勢、社会背景、学校教育現場でどうなっているか、メンタルヘルスはどうなんだろう、もうさまざまなことを学んでいきます。で、それぞれの分野で多彩な経験を重ねてきた講師の先生方が皆様に講義を行っていきます。 そして、四つ目。受講しやすさを追求ということです。先ほどお話ししました、通学とオンライン選べます。これ、どちらでも選べます。乗り入れも可能です。で、バリエーション豊富なスケジュールがあります。そして、まあとでお話しします。受講料もリーズナブルというところも含めて、資格を目指そうかな、どうしようかなと思っている皆さんがチャレンジしやすい。で、実際に受講して終了しやすい、そのような仕組みを 設けていますはいそして一番右側ですね基礎から体系的にブラッシュアップというところですはいこれね合格のレックならではなんですがレックは、えー、間もなく45周年を迎える、はい、45年前からずっと資格と向き合い続けて特に難関資格ですね国家資格難関資格と向き合い続けてきている学校ですこのレックのさまざまな試験に対するノウハウ や知識であったり、あのそうしたものをですねキャリアコンサルタントの養成講座にも盛り込んでいます。ね、会社全体としてのノウハウなどをナレッジをキャリアコンサルタントの養成講座の中にも盛り込んでいますので、ね、皆さんあの基礎からまだ。 全然、ね、どういう資格なのか分かんないし勉強ついていけるかなっていう受講生さんも多いんですけれども体系的に少しずつ少しずつブラッシュアップしていきますのでご心配なくついてきていただければなというふうに思います、はい、ではもう少し具体的にレックキャリアコンサルタント養成講座の開校時期と受講料について確認していきましょう開校時期と受講料まず開講時期なんですが 試験が年3回あります。基本的には3月、7月、11月。これに対応して、レックの養成講座も年3回の開講をしています。まあ、詳しいところは、レックキャリアコンサルタント養成講座の受講料、スケジュールのご案内という、まあ、紙で冊子としてもご用意していますし、ホームページ上からデジタルで確認することもできます。がありますが、12、12月生。 ということで、えー、お話をしますと、まあ、全国で35クラスぐらい用意されています。ズームで15クラスありますのでの、かなりこちらはズームか通学かご自身で選んでいただきやすいかなと思います。受講料です。はい、一般価格で30万2500円という数字なんですが、これ税込み、教材費なども込みです。 入会金などもいただいていませんので、お支払い金額これだけです。30万2500円の一般価格だけなんですが、REC ではさまざまな他の資格試験などでも行っている各種の割引制度というものがあります。その割引制度をキャリアコンサルタントの養成講座にも取り入れています。はい、ということで、さまざまなカテゴリーの割引があります。 皆様もぜひこちらはご確認いただきたいですし、本校のスタッフにお尋ねいただけたらいいかなというふうに思います。そして、これですね。先ほどもお話ししてますが、専門実践教育訓練給付の対象講座になっていますので、受講料の最大70%が皆様のお手元に戻ってくる仕組みになっています。この後、計算式もお見せしますね。はい。で えまあ注意点としましては1ヶ月前までにね専門実践教育訓練給付使う場合には手続きが必要になりますのでここだけ注意が必要ですけれどもあの対象になってらっしゃる方は是非活用いただきたいなと思います割引のシミュレーション出してみました給付使った場合ですねちょっと大きくしましょうねまず一般価格が30万2500円とお話ししましたここから例えばなんですがレッグの,あの他のですね 試験の講座を受けているよって。レックの多資格の受講生の方ですと10、10%割引が効きますよ。というふうに書いてあります。で、もちろんこのですね、レックの多資格受講生の方だけではなくて、様々な割引制度を設けています。これは、あの、本港スタッフなどにお尋ねいただきたいなというふうに思いますけれども、このような例えば割引があって10、10%割引きました。 そしてさらにです。今、このガイダンス聞いていただいている皆様、本校のスタッフなどから、講座説明会、ね、参加して、お話を聞いていただいて、当日予約をした方につきましては、1万円の割引もかけています。はい。で、こうやって計算していきまして、皆様のお支払い金額が、26万2250円。 一般価格の30万2500円から、ここまででもだいぶ割引がされていて、ちょっと、ね、手が届きやすいかなっていう金額まで下がってきているかなと思います。で、ここからですね、ここから専門実践教育訓練給付を使っていきますと、まず講座終了です。終了。要請講座終了しましたとなりますと50、50%戻ってきますから、この段階で実質のお支払い額13万1125円。そして、 試験で一発合格しましたら、追加で20%戻ってきますので、ね、えー、52,450円戻ってくる。ということで、最終的な割引の率80%以上の割引がかかっていて、皆様の実質負担額78,675円にまで下がりますよ、ということになります。 まあ30万円台となってきますとね、とてもチャレンジするのを考えちゃうかなっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、実質10万円を切る金額で受講できるというのが、この専門実践教育訓練給付を使っていただきますと、本当に大きなメリットだと思います。ご自身が対象になるかどうかご確認いただいて活用いただきたいなというふうに思います。はい、そして、お申し込みの時に、あの、こちら、ね、あの、 使っていただけるとさらにお得だという内容をご案内していきましょう。試験対策の講座なんですけれども、これを3点セットにいたしまして、本校でお申し込みいただいたときに限るんですけれども、要請講座申し込みと同時にお申し込みいただきますと、割引価格で提供しています。試験のカテゴリーとして、学科と論述と ロールプレイ面接があるというふうに言いました。それぞれについて、ウェブで行っている講座を割引価格にしています。これ3つ合わせますと、一般価格4万円するところ。で、レックの受講生さんでしたら割引がかかって3万4千円で受講はできるんですが、寄席講座、本校で申し込むときに一緒に試験対策3点セットを購入していただきますと、2万4千円で 受講することができますので合わせてご検討いただけたら良いのかなと思いますせっかくだったら試験対策のねセットもお申し込みいただいて勉強を効率的に進めていただくそして一発合格を目指すというのがおすすめです はい、具体的にもう少し講座の内容を見ていきますと、学科については、学科特訓ゼミという名称にしていまして、学科試験必須の知識の定着に最適ですよということです。レックのオリジナルテキストとレジュメを使っています。 で、こちらがですね、あの、開校前の予習ですとか受、受講されながらの復習にも役に立つというお声をたくさんいただいてます。サブノートとして、こちらのですね、オリジナルテキストに書き込みをしていて、試験前にそれを見直す、サブノートの一冊とするという受講生さんもかなり多くいらっしゃいますね。はい、それから論、論述ね、論述対策についても、はい、えー、ご用意されてまして、 こちらもです、ね、基本事項を習得した後でやっぱり論述のイメージをつかんでいただくことが必要かなと思うんですね。どういうことを試験で求められているのかっていうことね。ここイメージしていただいて試験前にもちろん見直していただくのにも役に立ちます。そしてロールプレイ面接の試験についてはもちろんですけれどもロールプレイどうやって進めていったらよいのかなということをお伝えしていきます。そしててこれも、ね、皆さん役に立つと言っていただけるのが、 模擬ロールプレイと試験で出てくる口頭諮問についても実際にやってみていますので、これ収録してますから、皆さんこの、ね、動画を見ていただいて、あ、ロールプレイってこんな風に進めていくんだな、ってイメージを持っといていただくだけでも、養成講座を始める段階で、養成講座開始前に見ておいていただくと、あ、なるほどね、ロールプレイこういう風にやっていけばいいのか、 ということでその後の後習得がとても早いですはいですので是非この辺りもねロールプレイの進め方分かりますから受講中に結構メリットあるかなと思いますね。はい養成講座の、えー、授業を最大限に活用することができるという意味でも試験対策の3点セットおすすめです。はいそしてもう1つ 参考として挙げています。学科試験の対策の書籍です。これはいわゆる外反書籍というもので、本屋さんやネットショップなどでも購入することができるものです。合格の取説というレックで出しているシリーズの中で、キャリアコンサルタントもご用意をしています。はい、学科試験に特化しての あのテキストなんですけれども、即習なので、ね、パーっと見ていただいて分かりやすいですし、問題もついてますから、ね、まず、この本を使って勉強して、こんなことやるんだなっていうのを理解して、すぐに問題を解いてみるっていう、この繰り返しが非常に良いですね。はい、とても有効だと思います。 そして、ここを担当しているレック専任講師の小澤先生なんですけれども、これすごいですね、150近い資格を取得しているという先生で、とにかくまあ資格マニアなんですね。さまざまな資格をいかに早く合格するか、はい、ここに関してのテクニックであったりとか、あの勉強の仕方についてはもうピカイチの先生なので、その小澤先生のノウハウをもとに編集しているのがこのテキストです。まあ、出題論点 試験ではやはり繰り返し出されるところというのはある程度決まってきてます。重要なポイントもある程度この辺が出そうだよねというところあります。ここをしっかり押さえた上で問題解放のアプローチを提案していくこのような構成になっていますので講座申し込んで勉強していて学科試験どうやって対策したらいいのかなという時にこちらの本を参考にしていただけるとお役に立つのではないかと思います。